にちは、Tザックです。今回はセリア刺繍キット初級1ランニングステッチのやり方を詳しく解説していきます。このシリーズは楽しく刺繍の練習ができるので初心者さんにも大変おすすめです。刺繍針や刺繍糸、刺繍枠は別途用意する必要があるので注意してくださいね。こんな感じで紙と布のみ入っています。レシピ左側にはステッチの刺し方の解説があり、レシピ右側には刺繍見本が載っています。キットの布は薄めなのですが、このまま使用しても問題ない薄さです。この刺繍図案は印刷されているので刺繍後に消せないタイプ。ランニングステッチ、シードステッチ、バックステッチ、それぞれ2本撮りと3本撮りで練習ができるようになっています。せっかくなので刺繍枠もセリアさんのものを使ってみようと思います。プラスチック製なのでヒノキ製よりも扱いにくいですが、まず100円のものから試したいという方にはおすすめです。刺繍枠をはめてみますね。枠に刺繍図案が当たらないようにセットしていきます。セリアの刺繍枠は少し横に引っ張りながら取り付けるタイプ。ヒノキの刺繍枠に慣れている方だと結構扱いにくいと思います。上の枠をはめたら布を手で貼っていきます。貼れたら上の金具を締めていきましょう。刺繍枠ってどうしても金具の部分の布がたるみやすいんだけど、今回何回セッティングしてもたるみが解消できなかった。たるむんだよね。この上の部分のたるみ、本当はない方が理想です。ちょっとぼよぼよするけど刺繍してみようと思います。まずはランニングステッチから一緒に練習してみましょう。刺繍糸の丸本取りについて説明しますね。刺繍糸は6本の細い刺繍糸が小寄り状になって太い1本となっています。細い6本が合わさった太い1本の中から丸本取って使ってねという意味が丸本取り。最初は2本取りなので、太い1本になった刺繍糸から細い2本を引き抜きます。1本ずつ引き抜いた後に2本を合わせます。少し面倒な工程にはなるけど、1本ずつ引き抜いて重ねた方が刺繍面が断然綺麗に仕上がります。2本まとめて刺繍針に通します。苦手な方は糸通しを使ってね。先端は玉留めをしておきます。これで2本取りの準備完了です。ランニングステッチ、実は私初めてするステッチです。6年間刺繍をしているけど、ランニングステッチって使ったことない？なんだろうって思いながらレシピを読んでみたら、誰もがやったことあるやつでした。そう、並縫いのこと。並縫いをかっこよく言うとランニングステッチなので、小学校の時にやり方は習ってると思います。刺繍枠をはめた状態での並縫いはちょっとやりにくいので、刺繍枠を傾けたりしながら進めてみてくださいね。並縫いかしなくていいかなという方は、ストレートステッチの練習にでも図案を使ってみてください。ストレートステッチを極めると刺繍も上手くなるので、こう針を入れると糸がこうなるんだなとか、実験みたいな感覚でやってみるのも楽しいですよ。刺繍が終わったら玉留めをして糸を切ります。次は3本取り。細い糸を3本引き抜きましょう。刺繍糸は購入した後三つ編みをして保管するのがおすすめです。三つ編みのやり方は過去動画に載せていますので、気になる方はご覧ください。3本をまとめて針に通していきます。丸本取りについてもう完璧に理解ができたかな。糸通しがなくても針に糸を通せるようになると、もっと刺繍が楽しくなるので練習してみてね。
3本取りでも2本取りと同じようにランニングステッチをします。太さの違いはこんな感じです。次はランニングステッチで円を描いていきます。これね、結構難しくて私は苦手でした。ここはストレートステッチでいいような、特に円になっているところはやりにくかったので、ちょっとやりにくいって感じた方はストレートステッチでやってみてください。まとめて並縫いせずに一針ずつ進めて大丈夫です。こことかめちゃくちゃやりにくかったよ。このカーブのきついところはランニングステッチは特にしにくいと思います。刺繍枠はくるくる回転させたりして針の向きが上に来るように持つとやりやすいです。こんな感じでくるくるーっと、最後のステッチまでできたら玉留めをして糸を切ります。針に 2,3 回糸を絡めて針を引き抜いたら玉留めの完成。ランニングステッチの練習ができましたね。お次はシードステッチを一緒にやってみましょう。お恥ずかしながらシードステッチも初めましてでした。シードという名前から種のような小さなステッチということは想像できますね。そうそう、その通りでした。種のように小さいステッチをするだけのステッチ。本によってはバックステッチで行うと書いていますが、見た目も変わらないし、ストレートステッチでもバックステッチでもいいんじゃない？ってズボラな私は考えてしまいます。向きを考え出したら頭の中混乱するじゃない？だったら好きなようにステッチする方が楽しいでしょ。そんなこんなでストレートステッチで仕上げたシードステッチができました。この丸い図案は真ん中から外側に向かって刺していくといいです。レシピにはね、少し難しい表現で書いてあって、針を出した場所より後ろに針を入れますって書いてあるの。最初はこの通りやろうって思ったんだけど、刺していくうちに、え、どっちが後ろなの？状態になりまして、刺し方は気にしないことにしました。とりあえず中央から外側に向かって刺していけば OK。 くるくるーって円を描いている感じで、線の上に綺麗に刺せなくてもあんまり気にしすぎないことが大事です。こうやって刺すんだーって分かればいいんです。糸が短くなったら玉留めをして糸を切ります。また新しい糸に変えてステッチを再開しましょう。2本取り部分ができました。玉留めをして糸を切って完成です。同じく3本取りもやってみましょう。
こちらでシードステッチの練習は終わりです。皆さん上手にできましたか？最後にバックステッチの練習を一緒にしましょう。バックステッチはとても頻繁に登場する刺繍のステッチです。最初に針を出したところから一目戻ったところに針を入れます。次は最初に針を入れたところの一目先から針を出し、最初の針穴へ針を入れます。文字で見ると難しいでしょう。ぜひ手元を見て覚えてくださいね。ステッチの長さは均等になるように意識してみてください。バックステッチは並縫いよりも頑丈に仕上がるので、手縫いで布小物を作る際にも使えますよ。裏面はこのように糸が少し重なっています。玉留めをして糸を切ります。3本取りでも練習してみましょう。このように糸のねじれがない状態を目指してね。最後は玉留めをしてと言いたいところですが、刺繍枠ギリギリで玉留めなんてできない。そんな時はステッチに刺繍糸を数回絡めて糸を切ります。3回くらい絡めると糸が抜けにくくなりますよ。こちらでバックステッチの練習も終わりです。基礎がやっと終わりましたね。楽しみな応用編に行きましょうね。左の森の図案は今まで練習した3つのステッチを使って仕上げます。ランニングステッチは離れた点線のところ、シードステッチは点々のところ、バックステッチはつながった線のところです。少しポイントを踏まえながら解説していきますね。一緒に森を仕上げましょう。森はすべて3本取りで刺繍してみます。まずは縦のランニングステッチから。ランニングステッチをすると布がたるみやすいので刺繍金具が下になるようにしました。それでも結構こうぼよぼよの布、セリア刺繍枠を使ってこの刺繍キットをするなら裏の接着芯貼り付けはマストかもしれません。図案に刺繍するのって練習よりはるかに楽しいですね。ここでやっぱりぼよぼよする布が気になったため、使い慣れたヒノキ製の刺繍枠に変更させていただきます。刺繍を楽しめそうな方はヒノキ製の刺繍枠をぜひ使ってください。プラスチックに比べ布のずれにくさが段違いです。気を取り直してステッチ再開。ランニングステッチ苦手かもと感じた方も図案の方はチャレンジしてみてほしいです。やればやるほど楽しくなってきます。図案をステッチしていく場合も刺繍枠はやりやすい方向に持ち替えてみてくださいね。上下上下とジグザグに刺繍していくと刺繍糸も余分に使わずに済みますよ。
ここまで進めると随分木らしく見えてきますね。刺繍終わりは玉留めをして糸を切りましょう。次はバックステッチで木の幹を作ります。均等な長さのステッチが連なるように意識しましょう。枝の部分に移るときは刺繍裏のステッチに糸を絡めながら枝の部分まで移動します。反対の枝まで糸を絡めながら移動します。こちらで完成です。玉留めをして糸を切ります。裏はこんな感じになっています。無駄な糸が出ていない分綺麗に見えます。お次はシードステッチをしていきましょう。中心部分からステッチを始めます。外側に向かって円をくるくる描きながらステッチしていきましょう。糸がくるくるとなってきたら針を上下に動かしてねじれを取ってみてくださいね。刺繍終わりは玉留めをして糸を切ります。シードステッチの木ができましたね。幹をバックステッチで仕上げましょう。2つ並ぶと可愛らしいですね。お次はバックステッチだけの木を作りましょう。バックステッチもランニングステッチのようにジグザグに刺繍していくと糸に無駄がありません。糸の表面にねじれができないように仕上げてみてくださいね。他の2つとは表情の違う木ができましたね。このように糸が重なっているステッチの場合は玉留めではなく糸を絡めるだけでもほどけません。糸が密集している部分に糸を絡めるのがポイントです。3本目の木ができました。このように糸の重なりがないステッチの場合は玉留めをしないと糸がスルッと抜けてしまいます。裏面の糸の密集度で玉留めをしないといけないのか判断してみてくださいね。次に行きたいのですが、モチーフが刺繍枠の縁にかぶってしまっています。そんな時は刺繍枠の位置を動かしてから刺繍をします。次は右側の部分を刺繍したいので、
刺繍枠内に入るように移動させます。刺繍枠の縁に当たらないようにセッティングして、刺繍枠を締め直します。この時すでに刺繍したモチーフの上に刺繍枠が来てしまいますが、問題ありません。できれば刺繍面に刺繍枠は置きたくないのですが、この図案はしょうがないですね。小さな刺繍枠の場合も同じように移動させながらステッチしていきます。右の木たちの刺繍が終わりました。また刺繍枠を移動させましょう。同じように進めなくても大丈夫ですよ。お好きな箇所からステッチしてみてくださいね。次は真ん中と左側の4つの木をしようかな。横のバックステッチの図案は初めてなので、一緒にステッチしていきましょう。横のステッチの場合もジグザグの考え方は同じです。横のステッチが苦手なら刺繍枠を回転させて縦のステッチとして刺繍しても OK。 楽しく刺繍のステッチを学んでいきましょうね。横のバックステッチだとまた見え方が変わりますね。たくさん木が増えてきて可愛く仕上がってきましたね。一気に仕上げたいところですが、枠に入らなかったので2回に分けて仕上げます。この時点で見える景色が可愛い。さて、ラスト1本仕上げていきましょう。もう裏面から可愛いですよね。いよいよ完成です。このキット、実は可愛くなるかなって不安だったんです。でもそんな不安なんて跳ねのけて、めちゃくちゃ可愛く仕上がりました。いやー、このまま飾りにしたら可愛いですよね。緑じゃなくてピンクで桜の木にしたり、好きな色で作っても可愛いですよね。セリア刺繍キット初級、ぜひ試してみてね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ここがよくわからなかった、ここどうしてるの、なんてあったらコメントぜひ書いてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。ティーザックのねぐらでした。